今回のマッチアップはウーコン VS モルデカイザー。モルデカイザーの AP 攻撃はウーコンに効果抜群だ。ウーコンは相手のスキルにうまく対応し、イグナイトを使って畳みかけろ。こんにちは。初心者同士でカウンターマッチアップをやるとちゃんと勝てるのか検証していきます。今回はモルデカイザー対ウーコン、レーンはトップです。 OPGG のデータではモルデカイザーの勝率が高くて 53.42% になっています。レーンキルレートはモルデカイザーの方が高くて 52.53% です。ルーンはウーコンもモルデカイザーも征服者ですね。勝敗は CS 差が30つくか2キル差がつくかにします。11レベルまで何事もなければ筆記分けです。このマッチアップどうでしょうか。 AP ジャンプ嫌いウーコンのパッシブで、まあ、アーマーが上がるんだけど、それをね無効化できますね。アーマーあれだわ、 AR だわ前の動画の話引っ張って悪いけどAR だわ、うん、でモルデカイザーパッシブも全部通るからね、ウーコンに強いっすね。もうボコボコに殴るって感じで、もうモルディカイザーをぶち殺すためにイグナイトまで持ってきたんだから、これで負けようもんだらねもうどうしようもない相性というのがありましょう、ね、序盤はワンチャンあるかもね。どうなんだろう、終盤より序盤の方がなんかワンチャンありそうだったけど、スキル発動しねえと思ったらまだスキル取ってなかったほい、渡れ。イグナイトは効いてない。あー、イグナイトなければ勝つな普通にね。だね、うん、イグナイトありでこれだからな。ああ、うん、思ったより回復しなかった、してなかった。ビスケットか、それでね。ビスケットかよ。ビスケットでーす。思ったより回復、耐える回復しんなって殴りかかってから思ったわ。ね。え、あれ届かないんですか。むむ。むむむむむ、あれ当たってない、まさか。当たってなかったね、引き寄せ部分は。まさか。むむむむむむ、あいつの Q 当たったら死ぬぞあいつの Q 当たったら死ぬぞ、それが問題だ。Q の当て合いだけでちょっと有利取れるな、むしろ。いてん、なんだあいつの Q、おかしいなやっぱり。むむむむむ、アイテム差がすげえからな。まあさすがにシーン持ってるからなこっちは。一発当たってくれたらな、ワンチャンあったけど。入るタイミング見失ったな。ああ、よいしょ。外した。イグナイト差だ、イグナイトマジで強えな。やり直すか。
お、まだ9なんでしょ。イグナイト強え、やっぱり気をつけてたのに。イグナイト強え。イグナイトさだけだな、これはやっぱり。これは舐めすぎでは、先生。おっと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 。え、どっち？こっち？はあ！勝ちましたわ。あー、もう無事にキモー。さあ、ぶっ殺すか。3回戦スタート。あ、お前落としたじゃねえか、お前のせいで。やべ、ミニオン殴った。マナナシチャンピオン最高。あいつ急痛いんだよな、マジで。あ、やべ、ミスった。普通に。あー、もううざい。あー、イグナイトマジでイグナイト強くない？序盤のイグナイト。うん、それは強いに決まってる。あれってダメージ何本入るの？あ、130。130か、ポーション1個分か。OK。 アクスワタチ。マジ止まる、止まるのな、ムカつくんだよな、どっちかわかんねえ。見て、見て、ウコンの Q 怖えな。このバースのコンボすごいな。誰よ。あ、危ない危ない。ハックだけ試させてもらおう。あの分身な、分からんのだよな。下手に近づいてくと殺されっしな、本物だった時に。危ね。ラッシュ死んだろお前も。おい、危なーい。Q は通常攻撃扱いなので、プレートスチールを買っても大丈夫なやつ。大丈夫だと思う。多分ウーコンの主なダメージ源が AA だから、プレートスチール買ったもん方がいいと思う。当たれや。ブブブブブ。いえ、今の当たんないんだ。あー、これ売る。
あぶねー、あー使う場所ミスったと思った。相手の方がウルトがあってイグナイト、お前アタック試させろ。ちょうどスタックなくなった。いやや、はり勝てないのでは。いや、そうだな。割ってきこればこるほどさすがにモルデカイザーの方が強くなりそうだな。まあ、ウルト使わなかったの。勝てそうじゃん。ウルト使ってない今。使ったら勝てそうじゃなかった普通に。いやー、だいぶ怪しかったな今のダメージ感的に。削りきれんよあれは。征服者がさ溜まるのがさやっぱ早いとさ全然違うじゃん。うん、まあ多少は変わるかもしれんけど多分あれ無理な気がするな。はい、十字、今回の勝者はモルデカイザーかな。めちゃめちゃ有利に進むはずだったんだけど、イグナイトで2、3回ぶっ殺されたな。お互いイグナイトだったら多分モルディが勝ってるな。ダメージレースがねやっぱ勝てないよねイグナイトに、うん、イグナイトほど。エレベ隊がさ霊駆者たばるのが、うん、ウーコンの方がさすがに早くてそれで負けてる感はあった。あ、ね、AA の速度が E で死ぬほど速くなるから、ね、全然違うから。霊駆者がハマっちゃって、まあその霊駆者ってあれか固定でしょ確か上がる分。もう固定だね。なんだよ。だから序盤の方が強いから。あれそうだよね。あれあれ固定じゃなかったっけ？俺固定だと思ってんだけど。最大スタック1個あたりで攻撃力3上がったよ。そうだよね。同じだよね。だから序盤その分で負けてる気がした。まあ征服者とイグナイトには気をつけましょうってことだね。ピーンって言ったらね、うん、相手の方が先にピキーンって言ったら離れるってことだよね。難しいんだよなそれがな。あっていう時にはもう遅いんだよな。そういうもんだよね。ショートトレードでは有利だけど長い時間殴り合うと負けるとか、うん、よくある話だし、ね、よくあるね。まあ9だけ当てといてウルトが入ったらモルデカイザーの方がどう見ても有利だから。あ、まあ、そうだね。それまで静かにしてても、まあ、悪くはないけど勝てるからね。勝てるときってオラオラ行きたくなるじゃん。それが、うん、それがイグナイトと征服者によってボロボロにされたっていう、うん、そんな感じでした。はい、じゃあこれからも、マッチアップ動画作っていくので、ぜひフォローしてください。Twitchでも放送してます。ではでは。